どうも、今日はですね、申し訳ないんですけど、オープニングトークというより宣伝をさせてほしいんですよね。どうしても紹介したいものがあるんですよ。それはですね、ピオキングマグカップが完成しました。いや、これめちゃくちゃ可愛くないですか。一見何のこだわりもなさそうに見えると思うんですけど、あえてシンプルに、すごくシンプルに仕上げてみました。ずっと使っても飽きが来ないような、そんなデザインだと思います。ただ僕もめちゃくちゃ欲しい。これね、僕自身持ってないんですよ。なんでかって言ったら、僕も購入しなきゃいけないんですよね。作った本人にはくれよって言いたいところなんですけど、僕自身も購入しようかなと考えております。そして僕は前々から夢があります。僕の動画を見てくれる方がこのコップを使って何かを飲んで、それを引き出させること。いや、マジでふざけてないんですけど、それが夢なんですよ。このコップじゃなくても吹き出させるっていうのはすごく光栄なことなんですけどね。じゃあこの辺で宣伝は終わりたいと思うんですけど、ぜひ可愛いって思ってくれたら嬉しいなと思います。はい、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますが、で今日のトロールコース、スパイクイズオンリートライングトゥヘルプと書いてるんですけど、このコースをグーグル先生にお願いして翻訳してみました。そしたらね、スパイクは助けようとしているだけって出たんですよ。ということはですよ、あのガモンが投げる鉄球、それがこのトロールコースを攻略する鍵になるんじゃないかなと。ということで、ガモンが投げる鉄球、それを信じていきたいと思います。さあ始めていきますか。あ、速攻でガモンがいるね。自分で投げた鉄球にやられてんじゃねえか。そして親ガモンまで出てきやがった。敵討ちか。このガモンたちは用なしとして、あのガモン倒してみせたいと思います。ゲットスピンジャンプで倒せるよ。スーパーローリングスペシャルミラクルアンダー。じゃあ開幕右に行ってドアに入れっていう感じかな。多分それで合ってるよね。さあ進んでいきますか。で、ここは何もしないでいい。あれ、キラー踏めないの。え、下から出てくるキラーって踏まなきゃダメなの。止まっておくだけだったら当たったんだよね。じゃあここの果てな叩いて左に行きます。ナイス、これで受けれたっていう感じだね。そして次は右に魚。ここはすぐ右のオープンブロックに乗ってドカに入れっていう感じだね。はっ、なんでよ。ねえ、鉄球助けてくれるんじゃないの。書いてたよ、走行スペリーコース名もトロールなんですか。ねえ、教えてよカモン。じゃあここはオープンブロックに乗って左に逃げておけっていう感じかな。多分それで抜けれる。サンボ三兄弟、サンボ。じゃあここは鉄球にサンボ三兄弟を倒してもらって先に進めるようになると。そういうことだね、きっと。さあ行きますか。で、ここはどうすればいいんだろう。キノコがないといけないよね。なるほど、上に出てきてるっていう感じか。この左のキノコ取ったらさ、上に上がれなくなるもんね。じゃあこの先でキノコが出てくるのを待っておけっていう感じでしょう。あれ、出してこんね。一旦ちくわブロックで降りたらキノコが出てくるみたいな。なるほど。ちょっと待って、この鉄球はまずい。そんでこのキノコを取って右下のブロックが壊せるっていう感じだね。で、ここ下降りて危ないよ。うわ、ここ隠しブロックありそうだな。一旦右から行ってみる。そしてここ、はっ、いやさっきのさ、土管の前のブロックのとこどうやって壊すんだろうね。あ、右下に足場があるよ。ここに追っておけばガモンが出してくれる鉄球で壊してくれるって感じでしょう。さあ進んでいきますか。なかなか巧みだね、罠が。待って、このトス襲ってくる、危ない。待って、戻ってしまったけど。何見てんだよ。ただこの土管を抜けた先、僕はしっかりと見ることができました。このトスブロックでやられるでしょう。いや、どういうこと。あ、よかったよかった。やられないと思った、めっちゃ焦った。で、このキノコを取って、あー、危ない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 、なんでそんなに襲ってくるの、やめて。どうしたらいいの。鉄球助けてよ、もうポンじゃないんだって。うわ、ここがマジでまだわかんないんだよね。このドッスが倒れた瞬間にキノコを取って、このドッスに潰されてドアに入る。ナイス、これでいいのか。さて、ここはどうすればいいの。よし、とりあえず一緒に行こう。で、このガモン食べます。いいのか、慣れていいのか。よし、後で吐いてね、ちゃんとスパイクがいる時にちゃんと吐いてね、そのガモンを。今だ、吐く時は今だよ。よし。ガモンの鉄球を食べて先に進めっていうことだと思うんですよね。それで、おお、帰れる。ナイス。で、ここはヨッシーを捨てていかなくちゃいけないのか。じゃあ7番ヨッシー。で、このまま上に行きたいと思います。うわ、ヨッシーを
連れてこいってこと？え、下戻れんのかな？一旦戻ってみて、この音楽はもうやばいやつでしょ。ただの戻らして、さっきまでいなかったじゃん、逮捕。じゃあ、一旦ドアに入ってみるよ。そしたら、まだ上に行けるね。もしかしたら、ワンちゃんありえるかもしれない。頼む、戻っていいのかな？絶対スタートからやり直しした方が早いパターンでしょ。何が待ってるんだろう。あ、中間ポイントがあるよ。これで合ってたんじゃない？で、やり直しがこっからできるっていう感じじゃないかな。熱い熱い。で、このドアに入ってさっきと同じミスをしなかったらいいっていう感じで、じゃあここでオンオフをして一旦捕まっておけみたいな感じかな。そしてガボンを落として踏んで上に行く。ナイス。ていうか、あんなところにチェックポイント隠してたのか。うまいな、隠すのが。そしてここもガボンの鉄球を加えてこいっていう感じですかね。ガボン頼むからここまで。いや、それかよし、下をもっと伸ばして鍛えてよ、下を。じゃあこっからなんだけど、右下にさ、クレーンに引っかかってるじゃん。この鉄球を加えて上に進んでいったら多分大丈夫だと思うんだよね。そしてガボン出てこんくらい。ガボン出てきてお願い。よし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 。で、このガボンを踏んでこのまま上に行けばオーフが帰れると思うんだよね。で、ここで帰って上。よし、結局ヨッシーとバイバイせないけないんですけど、さあ2つ目のチェックポイントが取れました。こっからどうするんだろう。戻されたじゃねえか。ここでホールド右って書いてるのか。で、こっからまたさっきのところまでやられるために戻れっていうめんどくささね。じゃあこの土管から出たら常に右を進化しておくね。こっから右を進化、新人量頼む。そのまま進まして、ナイス。で、この四角は何か意味あるのかな。何もないね。あぶねえ、花が出てきた。で、こっちの花を取って下に行こう。多分それになってる。大丈夫、今一回当たってしまったけど、頼む、合ってて。で、上を進化。どうなるんだろう。ここはそのまんまドアに入っていいよね。一旦チビになれって感じかな。じゃあ一旦さ、このカモうぜえ、このカクティブロック、どうすればいいんだろう。ここで一旦やられるっていう感じ。なるほど、そういう身体級持ってきたか。ここでオン、そして下、楽勝。あ、難しいよこれこのガボンがオーフを変えるから難しいんだよね。頼む、変えないで。よし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 。じゃあどっかでチビにならなくちゃいけないと思うんだよね。ここで右でフラワー出てくるでしょ。さっきと違うやんかいや待って、落ち着こう。ここで一旦フラワーは出てくるのはいいんだけど、こっからね、チビにならなくちゃいけないと思うんだよね。それがどこでなるかなんだけど、ここ、いや、この状態だったら普通のデカだもんね。こっからチビにならないけんと思うんだけど、どうやってチビに、あ、この鉄球に当たればいいのか。なるほど、それでこのドアに進めるっていうわけで、ね、さあ進んでいきましょう。ここは鉄球に乗って右を失敗してみよっか。信じるよ、左の右を失敗マーク。頼む、右を失敗何よこれは。バネてどうすんの。はだバネの場所まで行けっていうことかな。それで行ってみます。ナイス。そしてここで上に行って、どっちだろう、右と左。くっそ、右行きますね。左はダメでしょ。なんでよくそ、いやでもまだ間に合うんじゃないの。はっ、じゃあここ左を失敗してみるよ。そしたら右の扉に入れる。ナイス。なんでねえ、なんでですか。バネかなんかあんのかな。あ、ここは鉄球出してくるでしょ、この2人、3人か。いや、いっぱいおるで。この下のガモ倒します。ピンポイントすぎでしょ。ここはさ、下のガモン倒すのは間違いないと思う。そしてガモンの敵を振ってきたでしょ。これで右に行くと一方通行あのブロックが壊れた瞬間右、これでいけるでしょ。さあ来ました、次はもうそろそろゴール来ると思うんだよね。さあここはどうすればいいんだろう。ファイヤーが出てきたね。このファイヤーを取って、やった、ダメくせえぞ。なんでそんな上に上がってんの。ファイヤーすごい角度だなそれ。あ、地理耐久かな。土管には入れない感じか。っていうことはここで一旦やられるんだね。さあここなんだよね。ここでファイヤーが出てくるんだけど、ジャンプしたらさ、上の方に行っちゃうんだよね。なんで何もしないのが正解。なるほど。そしてこのファイヤーで倒して下のドアに入れっていう感じだね。いや、ダメじゃねえか、もう。なんでよ、お願いってチビに
で。それじゃあ次こそ進みたいと思います。ここでさ一旦キノコ取るじゃん。そしてカモに当たってチビになって左下のドアに入ると、そういう感じだね。この50コインでさうまく錯覚させてるんだろうね。さあゴールじゃん。ここは上か下かどっちだろう。どっちもダメじゃねえか。これどうやっていけばいいの。嘘でしょ。なぜ下だけ大量に発生してるんだけど。あ、分かったよ。これ一番上のちくわブロックがあるじゃん。あそこをどんどんジャンプしてってクリボーが右に行くまで待てっていう感じなんじゃないかな。さあ次こそゴールできると思います。この上の場所でずっとジャンプしておけばいいんだよ。そしたらさこのクリボーが右に行くでしょ。そしたらゴールできるっていう感じだと思うんだよね。さあ進んでいきますか。やっほーどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ頭の体操ということで、もうぶっちゃけさっきのドロールコースで頭の体操終わってるんですよね。なんで戦闘準備はもうできてるんですよ。いかにシンジはもう暴走してるんですよ。暴走状態から始まってるんですよね。もうそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は、あーやべえ見てなかった、 2. 何パーだったのは見えたんだけどね。そしてゴール条件、プーを倒してからゴールで、さあどんな感じなんでしょうか。このプーンを倒してゴールってことは踏んでいけばいいだけ。いや違うんだって、マジでミスったんだって。じゃあこのプーンを踏んでって、あれプーンがやられないね。なんでだろう。ちょっともう一回やり直してみていい。なんでこのプーン倒せないんだろうね。あ、羽が生えちゃうやん。ちゅうことはこのプーン2回踏まなきゃいけないんでしょ。ちょっと踏ませてよ。じゃあまず一旦踏んでってみようか。これでもう一回プーンが上がった時にジャンプしてみよう。いや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 、このプーンを1回踏むじゃん。そしたら羽が落ちるからこのプーンがもう上に飛んでくれないんだよね。だからね、踏んでもゴール条件に届かないみたいな。うわ、これどうやっていくんだろう。ちょっと次スピンジャンプで行ってみるね。まあスピンジャンプだったら一発で倒せると思うんだよね。このスピンジャンプで上に行く。うわ届かんね。ヒップドロップも絶対ダメだよね。ヒップドロップしたら上に行けなくなるもんね。うわやっぱりダメか。もう頭疲れたよ。もう休ませてくれよ。一旦踏んでみよっか。一旦踏んで羽なくしてこのプーンをもう一回ジャンプさせるために何かをするみたいな、そんな感じじゃないかな。ボスんじゃねえんだって。帰んないで土に。じゃあ踏んだ後一旦上に乗るみたいな、そんな感じかな。これでもう一回ジャンプするみたいな。スーパーだー。いやちょっと待って、マジでバカなことやってた。このプーンの上に乗れるってことはさ、羽がついてる時点でプーンの上に乗るじゃん。そしてスピンジャンプで倒してゴールすればいいだけみたいな。やったちょっと難しく考えすぎてたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。